チャンネル登録、お願いします。こんにちは、伊藤真理奈です。いろいろなニュースから、私の気になったことを、ピックアップして、その中で、ネット上で見つけた、いいなって思える意見を、まとめてみました。今回は、韓国の気象予報が、デタラメすぎてやばい、スパコンのせいとか、使い方の問題じゃん、についてです。新しい台風が変な場所で発生しそうです。関東に向かいそうです。お盆休みに大きなダメージがないことを願うマリナです。中国では大洪水で大変なことになっていますね。日本も他人事ではありませんが、隠蔽したり、黙ってダム放水したり、変な人災は日本にはありません。さて、沖縄や奄美大島、これから九州、四国を襲おうという台風6号。一時は中国を目指して、爆心していたのに、突然 U ターンして、沖縄に停滞し、北に向け進路変更。現在目指すは、朝鮮半島です。そこでは、これまた、台風対策が上手にできない、あの国がいらっしゃいます。韓国です。そうです。スカウトジャンボリーを大失敗してしまった韓国です。くくく。台風慣れした日本人でさえ、最近の台風にはやられ放題。さて、韓国に太刀打ちできるのでしょうか。どうも、ダメなんじゃないかという予感のニュースをご紹介します。8月2日、中央日報。韓国に進路変更した台風6号。スーパーコンピュータ10機の予測は全部異なった、から。もうタイトルからして、ダメじゃん。中国に向かっていた台風6号、カーヌンが韓国側に進路を変えた31日。気象庁は非常事態になった。進路を東北側に変えたのも予想外だったが、以降の進路もゴリム中だったためだ。気象庁関係者は1日、その日、気象庁、国家台風センターが混乱に陥った、と吐露した。前日、30日、気象庁の最新スーパーコンピュータ5号機が、計算した数値予報モデルは、台風6号が3日頃、中国上海付近に上陸すると予告した。世界各国の数値予報モデルと同じ結論だった。急に予想進路が変更され、韓半島、朝鮮半島、上陸の可能性を排除できなくなった状況で、気象庁関係者をさらに困難にしたのは、気象庁が参考にする、主要国の数値モデル、10個の台風終着地シナリオが、それぞれ異なる結論を下したことだった。気象庁関係者は、台風6号が中国に上陸するというシナリオから、日本九州南部の海上を通る、というシナリオまで予測範囲が前例になく広かった、と話した。予報官は予測モデルを再評価する過程を経て、予報内容を決めなければならない。気象庁を困惑させた理由は様々だった。中国に多くの被害を残した台風5号、トクスリが中国上空で低気圧に弱まり、韓半島周辺の気圧系状況が複雑になり、大気上層から分離した。低気圧渦が台風6号の進路を妨害する風を作った。気象庁関係者は、数値予報モデルが出す結果が、このように散らかっている場合は珍しくない。1日が過ぎて、少しずつ結果を絞っているが、依然としてどのようなシナリオにさらに、重きを置くべきか判断できる水準ではない、と話した。中略。気象庁関係者は、大気状況を正確に予測するためには、スーパーコンピュータの性能より、数値予報モデル方程式と、100年間に積もった気象データがさらに重要だ。しかし、最近の猛暑、豪雨、干ばつからもわかるように、過去100年間、現れなかった極限の数値は、スーパーコンピュータも予測できない、と話した。一番重要なのは、ハードではありません。情報と処理方法です。ハード的な技術の向上は演算スピードが上がるだけです。スーパーコンピュータで処理したからといって、すごい精度で結果が出るわけではありません。スーパーコンピュータに演算させるため、アルゴリズムやデータは、人が選定してインプットしているものです。それが予測精度の全てではないでしょうか。スーパーコンピュータは実用的な時間で予測を出すための手段です。スパコンのせいにしてはいけません。結局のところ、
入れるべきインプットデータが未熟なのではないでしょうか。チャット GPT とかも、ちゃんと質問しないと、ちゃんとした答えは返してきません。情報を自動に集め、処理し、今後に生かすしかないのです。時間がかかる地味な仕事です。これは、科学や開発にも言えることですね。そういう仕事はあの国が一番嫌がる、苦手な仕事ですしね。それと、この中央日報の記事ですが、掲載当初は、台風の号数を20号としていたんです。記事中の6号とすべきところ、3箇所すべてが20号と記されていたんですが、もうね、未来予測のしすぎかって話ですよ。8月3日のロイター通信によれば、韓国でも記録的な猛暑が続いていて、熱中症などで死者が3日までに23人に出ているそうです。中央日報の記者も熱中症になっちゃってたのかな。そして、8月4日の中央日報はもう終わってます。熱中症がピークに来てるようです。8月4日、中央日報。体感40度の猛暑が台風を押し出した、韓半島、巨大高気圧、のパラドックス、から。韓国気象庁予報局の関係者は3日、現在、韓半島、朝鮮半島、を覆っている。2つの巨大高気圧が、台風を防ぐ一種の盾の役割を果たしている、と述べた。北太平洋高気圧の一部が、韓半島に張り出し、当分の間、台風が日本南部の海上に沿って進む降雨範囲が大きいという説明だ。この日、気象庁は遅い速度で北西進中の台風6号、カヌーンが4日、沖縄西方約 390km 付近で急激に方向を変え、鹿児島南部の海上に向かって東北東に進むものと予報した。非常に強い、水準の台風の強度は明日から、強い、に若干弱まるものと予測されるという。最近、韓国の数値予報モデルと大きな差を見せていた。英国と欧州の数値予報モデルも予報の差を縮めた。3モデルとも3日現在、台風6号が鹿児島南部海上に進んだ後、日本列島を通過して東海、日本海上に抜けるシナリオを提示した。攻略。韓半島じゃなくて、朝鮮半島ね。東海じゃなくて、日本海ね。そういうところちゃんとしないと。スパコンも間違えるよね。スパコンは、残念ながら、韓半島、東海、は認識されていないのですよ。多分、間違ったデータをぶち込んでるから、後の祭りになるのです。で、猛暑を生んでいる、高気圧のおかげで、台風は韓国に来ない予測を立てちゃってます。大丈夫、いいんじゃない。マリナはいいけどね。日本では、進路はおおむね九州を経て、朝鮮半島へ向かうと出ています。韓国では、日本の天気予報を見て、そっちを信じてるらしいですが、残念なことに、韓国へ上陸後の詳しくは、報じないですからね。本当は、日本は韓国上陸の細密な情報は、わかっているんですけど、日本の機密能力がズバ抜けて高いことが、バレちゃうからね、教えないよ。その後は、10代のスパコンに頑張ってもらったらいいんじゃないでしょうか。未熟なデータと、未熟なインプット術、未熟な情報分析。ちゃんと、日本海、と、竹島、をデータを打ち込まないから、予測できないんですよね。東海、なんて場所、そもそも存在していないんですから。コンピュータ上では、宇宙、と判断したのではないでしょうか。中国とは、ちょっと違うけど、やっぱり人災っぽくないですか？そして、昨年同様、鉄鋼業、自動車、造船、大打撃受けないといいですけどね。今年もだと、本当に日韓通貨スワップ、発動かもですね。あんまり、ゴミ、日本海に流さんといてね。こちらは処理水、流すから。高校野球始まってますね。試合中にベンチ裏で涼む時間を設けたとか。観客も席を立てるのかな。弁当とか名物とか。経済効果とかあるだろうけど、それ全部大人の事情ですよね。甲子園は、高校野球で何度も観戦したことはあるんだけど、夏の大会は大阪ドームでやることを提案したいマリナでした。皆さん、いろいろなご意見がありますよね。ご視聴ありがとうございました。
伊藤真理奈でした。また、お会いできるのを、楽しみにしています。チャンネル登録、お願いします。メンバーシップ、マリナ支援お願いします。